その練習参加の時と、まあ、それに当たったの最終日のままで美味しい自分家の前にあれを見させてもらってさ、うん、僕怒られてしまったんです、うん、オフト監督ってどんな監督です？俺にとってはもう本当に恩師。同じセンターバックを組んだ井原さん、うん、どんな存在なんですか？オフトにすぐ本当に俺を育ててた。2002年に浦和レッズに加入するわけじゃないですか。そう僕ね、今でも思い出すんですよ。もうまさにこのまんまですこのまんまの人が寮でポツンとあのご飯を食べてて、うん、ちょっとね、サッカー選手っぽくないというか、あの細いんですよ。この人なんでマネージャーかなこんな申し訳ないんですけど。で、その加入の経緯ってどんなの？加入の経緯は、レッツのスカウト、うん、あの当時の落合さんが福岡を見て、多分ユニバーシアードとか伝送カップを見て、うん、気になって、うん、福岡九州でやるリーグ戦を落合さんが見に来て、うん、福岡だって話をして、うん、いや僕は浦和レッズですからね、うん、面白いからちょっと来てみないかみたいな。それその時どう思ったの？いやもうまさか自分に、まあ高校時代はそれを望んで、うん、大学の時もそれを望んでたんで、うん、実際に来たからって、うん、マジで本当かな。そこで練習にまず参加、落合さんは多分もうトンキだったし、ああもう最初から。だけど俺はまだそんな感じではない、うん、で練習来てもらって、レイさんもその練習参加の時どうだった？俺は嫌だったよ。まあ今の同時に中央の選手も参加し、うん、くださいし、うん、2、3日ぐらいしかいなかったけど、もうほんとちょっと、うん、2、3日ぐらいしか時間がなくて、うん、他からのオファーってあった？同じような形で、うん、ちょっと興味あるから練習来ないかっていうのが、レッツの前に実はセレッソなんで、レッツの後にちょっとなアビスパーをちょっと、アビスパーとかシリーズ、お、じゃあ結構いろんなチームから興味を持ってると、まあ、で練習に行く予定だったんですよ、うん、もう俺レッツの練習で、うん、で最終日に駒場で楽しんじて家を行く前にあれを見させてもらってさ、うん、もうそこで僕を怒られてしまったんです、うん、で、イリーさん、福岡に帰ってすぐに、もう僕は皆さんよりも裏に行くんで、就職活動終わりです。で、全部決めてから親にそこは聞きたかったの。うん、セラーレッツって知ってる？うん、もう、最終日いや、うちに行くみたいな。なんて言ったの俺、うん、え、あんたが、あんたがプロだ、おめでとうじゃん、まさかやったいやいや、プロです半信半疑だったのかもしれないですね。そうやわ、まだそうだね。でも、その加入して1年目で全試合に出場して、うん、フェアプレー賞を取って、新人王を取って、うん、もうだから僕びっくりしたんですよ。だほぼ同じような時期にこう出てるんですよね。そうだね。僕とツボちゃんがなんかこう新人で出てるみたいな感じでしたよね。そうだね、あの時試合そうだね、うん、最初にツボちゃんが入ってきた時にいきなりトップチームだった、うん、いつからツボちゃんそのレギュラー組で出るようになった？イブスキの時に、うん、鴨池に準備しないと。おお、鴨池、うん、あの時に鴨池ついて、うん、オフトのメンバーに行った時に俺がレギュラー組でバッと入って、で俺もそんなに何も聞かされてないから、うん、いきなり準備だったら、うん、タカはまだ見なかったから、ゴンさんとか、うん、クリスさんとか、うん、星谷さん、ナナミさん、うん、代表級の選手たちが、いきなり俺も今相手とこんなにやんなきゃいけない、うんうんうん、その時はあの手応えは実は手応えちょっとあった、でそこでゴンさんに競り勝ったり、うん、でまあ、スピードは自信あったから、うんうんうん、まあ、そういう勝負だったりして、うん、結構いけるかも。でもその最初の出会いでオフト監督が、うん、まあ、そうやってこのトレーニングマッチの時からレギュラー組で、まあ、大抜擢じゃないですか、うん、当時考えれば。オフト監督ってどんな監督です？
俺にとってはもう本当に恩師、うん、多分オフトじゃなかったら、うん、あそこで俺を使うっていう選択になってなかったし、うんうん、きっとあの人の大胆な采配、うん、なんか、まあ、なんか先天の目が、うん、あるような人だったと思うんだけど、そういうものがなければやっぱり俺のデビューっていうのはなかったと思って、うん、プロとしても、うん、サッカー人生の本当に基礎を作ってくれた人がね、オフト。同じセンターバックを組んだ井原さん、坪ちゃんから見てどんな存在か。オフトに次ぐ本当に俺を育ててくれた、うん、もうあのオフトやらないんで俺がいたっていうのはもう本当にもうすべてだったな。もしかしたらオフトはダメだよね、うん、井原さんも組ませる、だから使えるっていうところもあったのかもしれない、いやそう、井原さんがいたから、うん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 、まあ多少荒削りだけど大事なものが次が使えるっていうのがあったのかもしれない、うん、なるほど。で当時試合中井原さんから多分ケイタも試合でって出してる、井原さんがすっごく俺が細かい指示見てるって思えたって、井原さんからかかる声ってすごいよ、うん、大丈夫だよ、行っていいよ、あーそれくらい、もう、まあ、あの人自身もほんといいですよね、だから俺に対しても本当にもう一言二言、ああプロのセンターバックの姿、俺の方を目指すべきだって、こういう形だ。それで言うと繋がったか、なんか僕はつぼちゃんから受ける指示っていうのはすっごい短いセンテンスで、今のポジションいいよとか OK とかちょっといいとか、そんな感じだったんです。そう、うん、すんごいシンプル、どれだけ簡単に感じですね、まあ、井原さんのそういう指示もあって、そういうことだ、井原イズムみたいな、プロってこんな簡潔に指示するんだみたいなのはそこで学んだっていう。でよく僕はつぼちゃんと2人でご飯をね、試合を食べに出たりしてたんですけどね、その時の話はあんまり表に言えない、あんまり言えない、そうですね、つぼちゃんのね寮の部屋がね、すっごい今でも覚えてるのがベッド用意されてるんですけど、ベッドじゃなくてスノコみたいなの引いてたよね、そうスノコ引いてベッドマット、ベッドマットだって、そうで、すっごいね、シーツとかをね、休みの日に綺麗に洗ってパンパン枕をピシッピシッで、観葉植物に水ちょろちょろってあげてよく覚えてるな、だから白、緑、そうっていうおしゃれな感じ、もうこの顔とは似てない、そうね、ケイトさんもうその時料理です、僕も料理です。ケイタさんの部屋はどんな部屋？ケイタも綺麗にしてる方がいい、綺麗なんですよ、なんでそういうあらわさまのケイタもね、綺麗にしてる。で、2002年にナビスコ決勝員でね、鹿島アントラーズの負けたじゃない、尊敬してる井原さんの背中に当たったよ、小田原光雄さんのシュートが、しかも光雄のシュートは外れてるのに井原さんの背中に当たったっていう、そうです、あれは残念だ。福さんにタイトルっていうのなんとなくあって、うん、まあいい経験なんだけど、うんうんうん、いい経験なんだけど、あの当時からするとかなりの、うん、ショッキングな出来事っていう気がする。でその2002年にそのタイトルをあと一歩で届かず、福田さんと井原さんが引退する、うんうん。これはどう感じました？いやもうまさかと思ってびっくりしたし。うん、井原さんは、まあ、家族タイトルを取ってた人を、ね、尊敬してて、まあ、いなくなるのはすごく残念だったけど、基本的にはやっぱり福さんが個人の得点を取ったりとか、俺だけ浦和レッズに貢献した人が、何もタイトル取らずに終わっちゃったなっていう寂しさがすごいって。で、その2003年に、まあその前年、鹿島アントラーズ負け、タイトルを逃して、でも、翌年2003年また決勝戦で勝ちまって、まあ皆さん覚えてると思いますけど、前半の途中、うん、もう前半の終盤の方ですかね、終盤の方ねに、いきなりエメルソンとバチンぶつかって大出血したじゃないですか、で15針バーン塗って後半出てくるわけでしょ、でなんかオフトが言った言葉があるでしょなんだよね、まあ、ここを止めなきゃいけない、うんうんうん、あ、そうだね、血も見えちゃいけないから、うんうんうん、くるくる巻きにして、サイズのスッとかふざけんじゃない、お前見えるかーって発生ってなんだ
今日では戦いリングピッチの上でね、大谷ぐるぐる巻きずっていうことだと思うんだけど、で慌ててトレーナーさんが来てでバーッとって巻き直してる簡易的なものにして、でダビスクアップ、まあ、その坪ちゃんが戻ってきたっていうのもあるし、まあ、初優勝、うん、まあ、あの試合はどう自分の中でなんであんな 4-0 で勝てた雰囲気的にちょっと満身とはまた違うんだけど、うん、チームの中に今年はトルトに自信と落ち着きがめちゃくちゃあったなと思って、でも鹿島が逆からこうトーナメントが上がってきた時点で、うん、去年の開幕出場権という、うん、まあ、それくらい試合に関しての集中力と落ち着き両方があったから、まあ、それがいい結果になったのかなと。でも確かにそのつぼちゃんとエメがいなくなっても自分たち自信もあったし、戻ってきてくれた、ああもうこれ大丈夫だってやっぱ思った記憶もあるし、いやすごくいいチームの状態で、うん、でリーグそこから失速するわけじゃないですか。そうだね、そうだね。あれはなぜですかね。あれはなぜですかね。でもダビスコ優勝した会見で事件が起きるじゃないですか。そうだね、うん、そう。なんでってそうつぶちゃん思ったでしょ。いや思ったし、まあでもリーグ戦それがものじゃない、うん、選手の中でようやくラレッツ初対局とチームが一覧となった時に、が去ると優勝した後のロッカールームにオフト監督が来て俺辞めるからってびっくりしたみたいな今そうそうそうこのタイミングで言うのっていう、まあオフト的には多分報道で出たり外でしゃべる前に、うん、中にいるやっぱり自分たちの選手スタッフに伝えようって意図だったと思うんだけど、うん、それにしてもこのタイミングね感じだったんで、まあ動揺したもん、うん、やっぱり、うんうん、そんなものがリングセルにつながった、うん、でそこで来たのがギドウフバックスなんですよ。強烈な勝ちのリズムを持ち込んできた感じですけどね、うん、でギドさんが2004年に就任してセカンドステージ2004年優勝して2005年は天皇杯優勝で2006年が天皇杯とリーグ優勝した。これはなんて売られてたこんなに強くなったの。ギドっていう監督がじゃあすごい細かい戦術をって言ったらそうじゃなかったでしょ。はい、それはよく知ってる。そうですね、はい、あの人がやった作業って俺は個性的な選手がやっぱバッと集まって、うん、それを見極める能力がやっぱあの人はあったんだ、うん、こいつとこいつを組み合わせる、うん、こいつとこいつが一緒だ、こいつとこいつはここに置いた方がいいっていう、うん、その配置とかそういうののバランス感覚を非常にすごかったなって思ったのと、うん、あとサブの選手も含めて、うんうんうん、今使う使わない、あ確かに交代で出た選手が活躍する、うん、まあ、そこまでのマネジメントも多分になってたんだろうけど、うん、まあ、そういうこと含めてやっぱりワールドカップ取った人だから、うん、そういう部分がやっぱよく見えるんだなっていう、お、うん、まあ、それこそがやっぱり勝つためにやっぱ必要なことってそういうことなんだなっていうのがこの議論かな。でそのギド・ウフバルトさんとゲルト・エンゲルさんのこのコンビも良かったですよね、うん、絶妙なね、うん、なんか細かいことはゲルトがやる、うんうん、ギドは大まかな話、うん、ギドもやっぱりなんか漏れることがいろいろあったじゃん、うんうんうん、できないことがそこはゲルトがね、うん、でまたこう裏でつけますマルコンビも絶妙だね。でこの時期に日本代表に初招集されて、うん、まあ、その代表の一員としてプレーしていくわけじゃないですか。最初に合宿行った時どんな感じだったんですか。迎えたワールドカップ初戦のオーストラリア戦、ほぼ覚えてます。人生で何の緊張したの。3戦目ブラジル戦こう出場するじゃないですか。スイッチの入り方っていうのはやっぱり違うな。判断の速さとか、うん、そういうのってすごいね。